時代に合ってないですよね、体を大きくするっていうのが。こんにちは、しんいちです。今回はゼロ従業員最強説っていう話をしたいと思います。これはもう読んで字のごとく、従業員いないのが最強ですよって話です。例えばですね、一人企業とか個人事業主の方っていうのがやっぱ最強なんですよ、僕から言わせると。なんでかっていうと、身が軽いからです。すっごい軽いから。よく言われることなんですけれども、これパレートの法則ってありますね。8-2の法則とか、パレートの法則とか、ユダヤの法則とか言いますけども、要するに全体の売上の 80% は2割の人が作っているっていうような図です。逆に言うと、この2割の人たちが8割の売上を作っているんだから、売上利益を作っているで、こっちは2割しか作ってないわけですよ。 20% しか作ってないんだから、これ無駄なんですよね。無駄、これいらない、人件費の無駄。誰か雇おう思うんだったら、10人雇ったら8人いらないっていうのが、この図の示すところなんですよね。はい。だから正社員10人とかね、いたら8人いらないって、すげえもったいないって話ですよ。はい。これ思い当たる方結構いると思うんですね。会社員の方とかだったら、なんで社長、部長まだいるのかなとか、なんで課長っているのかなとか思うじゃないですか。で、その人たちの方が一生懸命働いてる自分よりも給料良かったりするわけですよね。本当だったら、いなくなった方が会社のためなんですよ、そういう人っていうのは。だって、利益出してないんだから。でも、会社の制度上なかなかね、簡単に組み切れないっていうね、ところがありますんで、残ってるわけですよ、そういう人もね。なんで、本当だったら本来、そういう人って雇わない方がいいです。初めから雇わない方がいいと思ってます。昔は有能だったのかもしれないですけど、そういう人っていうのも。だけど、やっぱりどっかのタイミングで、だんだん能力が、時代に合わなくなってきてしまったとかね、そういうことがあって、そうなってるんだと思います。はい。で、どっちにしても、だったら雇わなきゃいいんじゃないかって話なんですよ。いらなくなったらすぐにちょっと今会ってないので、別に行った方がいいんじゃないですかって言えるような状況にしといた方がいいですよね。っていうことです。で、ちなみに僕は今、自分、正社員というか、正社員、そうですね。正社員というのは僕一人です。はい。で、正社員というか、僕個人事業主なんで、ちょっと、正社員って言っていいのかよくわかんないですけど、僕一人でやってます。ただしパートナーはいっぱいいるんですよ。パートナーはいっぱいいます。例えば一緒にビジネスをやっているパートナー何人いるかな、結構しっかり組んでやってる人だけでも3人いますね。3人います。はい。で、3人いますし、あとはもう普通に外注さんですね。アウトソーシングして、こういう動画とかもアウトソーシングをして編集してもらったりとか、公開とかもしてもらってるんですけど、そういうパートナーさんいっぱいいますね。何人いるかな、もう10人以上います、そういう方は。今まで何十人って付き合ってきましたね、そういう方と。この数年。はい。で、結論ですね、やっぱり一人で十分だって話です。なんでかっていうと、お金全然かかんないからなんですよ、無駄なお金が。もちろんパートナーがいるんで、パートナーと組んだら、それは報酬折半とかになるんでね、利益が上がったら半分ずつになったりするんですけれども、でもそれって無駄なお金じゃないじゃないですか。だって利益が上がったものから折半するんで、利益が上がらなかったのに、お給料くださいとは違いますからね。利益が上がったところから折半とか3人で分けたりとかするんで、すごく必要な、普通の配分ですよね。全然無駄なお金じゃなくて、こっちなんですよね。上位の2人、上位の 20% だけと付き合えるというのがいいところです。それから、外注さんに関して言えば、外注さん、本当にもう、いろんな能力の方がいるんですね。全然仕事できない方もいます。例えばこういう動画編集していても、全然動画編集できますとか言っといて、テストしてみたら全然下手くそだってこともよくあるんですよね。で、そういうことはどうするかっていうと、すいませんけど、テストの段階なんで、研修段階なんでね、会社でいう研修段階なんで、ちょっとこちらの求めてるスキルには見合わなかったんで、今回すいませんっていう形でお断りさせてもらったりとかね、すぐできますよね。それとか動画編集していく中でですよ、中でちょっとあんまりスキルが、初めはいいと思ったけど、見合わなくなっちゃったなというか、微妙だったなっていう気づくこともあるわけですよね。自分のレベルが上がってくると、ちょっと今見るとパッとしないなみたいな人もいるわけなんで、そういう人に関してもね、外注さんだったらすぐにお断りできますよねっていうのが、ゼロ従業員最強説ですわ。で、逆に言うと、今僕が抱えている外注さんっていうのは、本当にいい人ばっかりで、動画編集スキル僕は高いと思うし、しっかり仕事してくれるし、しっかり仕事してくれない人も、動画編集スキルがあっても、しっかり仕事してくれない人とは、残念ながら、お付き合いし続けるわけにもいかないんですが、納期を守れない人とか。なんで、そうなってきますけど、要するに、こっちの人とだけ付き合えるっていうのが、ゼロ従業員なわけですよ。
だからゼロ従業員が最強なんですね。で僕これすごくおすすめしたいと思います。よく僕会社起業しましたとかって言ったりとか、まあ、なんだろうな、昔の知り合いとかに従業員何人いるのとかって聞かれるんですよね。で従業員僕だけだよって話なんですけど、でそれ言うとうーんみたいな、ちょっと残念そうな顔するんですけど、ちょっと残念なのはいらない社員を抱えている人たちだなと僕は思ったりします。なんで本当にね、時代に合ってないですよね。体を大きくするっていうのが、会社を大きくするなんていうのは時代に合ってないんで、基本的にはゼロ従業員に行くのが僕おすすめします。ティール組織っていうね本があるんですけど、あれとか読んでもらったらいいですね。要するに簡単に、本当に簡単に言うと、そのティール組織っていうのはそのプロジェクトに合った人、プロジェクトに合った必要な人をキャスティングしてくるっていう、そういう組織の作り方の話ですね。で、そういう組織だったら、このプロジェクトが始まった時にキャスティングして、ね、NHK の大河ドラマみたいなもんですよ。キャスティングして殿様役、お姫様役、わらじ取り役とか、そういうキャスティングして、で、そのプロジェクトが終わりました。その大河ドラマが終わったら、はい、解散って話ですね。で、次のプロジェクトが始まった時に、また他からキャスティングしてくるっていう。やり方なんですけど、そういうやり方が僕は本当に現代的だなと思いますし、最強なんでおすすめしたいなと思います。はい、では今回は以上です。ゼロ従業員最強説でした。では失礼します。